かくなかこいつに負けた。かくなか選手、カンピロにやられました。さすがにあかんやろ。なんだこれ、太陽くんになったせいし、カンピロバクターか。暗闇の中で見たのもリリュウコブシやろ。イカの精子やろ。アイコン草。ヨシイにゲリピー止まらないのばらされた男。各地つないの答え合わせか。シーズン中に生物食うなや。カンピロバクターの話題で取り差しの本場九州なら衛生基準厳しいから大丈夫という友柄がいるが関係ないんで注意な。鳥を退治し鳥に退治された男。カンピロなんてぶっちゃけ運だからな。熊本で食べてみたけどぶっちゃけ馬刺しと味近いしリスクを犯す価値はないわ。相変わらずカモメファンのタカファンへの遠手つけがひどい。いつだかマリンで鳥さん追っ払ってなかったか。その仕返しを今さらされててくさ。今の時期とか抜きでやはり火はちゃんと通さないとな。あの時の仕返しだったのか。あの日現地にいたオリファンからもお見舞いを。カンピロバクターにはご注意を。シーズン中にやらかすのかよ。カンピロバクターかそりゃ野球なんかできんわ。シーズン中に火がちゃんと通ってない肉を食うなし。ご視聴ありがとうございました。